はい、今回のテーマはですね、僕の趣味の方を見ていただければと思ってます。最初はですね、僕自身ものすごくコーヒーが好きなんですけども、まあ、めちゃくちゃ、まあ、なんて言ったかこだわっていて、特に豆の種類からどういうブレンドをしてるとか、そういうのも含めてめちゃめちゃそのこだわってるんですけども、そのコーヒーを作っている動画を見ていただければと思ってます。まあ、これ説明しているんですけども、今回これ、コロナ事情だったので、通販で、すごい、取り入れて大量の豆を買ってきたんですけどもこれすんごい量なんですけど、これあと2袋を貼ってめちゃくちゃ余らしちゃったんで、今回動画にできていけたらと思ったので作ったんですけども、実際これコーヒー、作っているんですけども、だいたいですね、これ5人前分ぐらいを一気にこれ作ってますね。1人分の量じゃないですよこれもう本来これ4人前の、フィルターでもうパンパンにしているんで、実際これ5人分ぐらい、作っていますね。だってこれ1人飲むんですよこの量って明らかにおかしいでしょって自分でも思いましたね。で、実際の飲んでるコップもこれで飲んでいるんですけども1杯入れてまだあんだけ余ってるんで、実際これとんでもない量なんですよねこれ。実際これ楽しんで、保存して、アイスコーヒーとかにしたりして楽しんでいますね。いやー、僕一番好きなのはですね、エチオピアのゲイシャって呼ばれてるブランドがあるんですけども、香りも良し、自分かなりその苦味のあるコーヒーが好きなんですけども、その苦味もかなり自分好みで、ものすごくあったら絶対買っちゃうなっていう豆ですね。コーヒー豆自体どこの産地もすごい好んで飲むんですけども、コーヒーってやっぱ酸味と、苦味とっていう、楽しみ方があるんですけども、僕は特に苦味の方をこう重要視して、コーヒーは飲んでいますね。いやー、あったら稀ですよ僕自身もその喫茶店あって入ってそのコーヒーのブランドを見るんですけども、ゲイシャはなかなか見ないですね。そのコーヒーの豆の専門店に行ったらひょっとしたらあるかもぐらいのレベルのものなんで、あったらラッキーと思ってください都内のコーヒーショップを歩いた時に会ってみて飲んだんですけども、その時に最初に飲んでみて初めて飲んでみて感動したっていうコーヒーですね。基本的に僕ら競技者ってスーツケース、大きめのスーツケースを1個持っていくんですけども、僕自身はそうですね、半分以上がコーヒーグッズでまみれていて、特にその、コーヒーを入れるためのビーカーがあったりとか、ビーカーに対しての、そのコーヒー豆を砕く、ミル、電動ミルクなんですよ、電動ミルで、そのコーヒーの豆で、そこにフィルターで、それを保存する用のまた別の入れ物みたいなのがあるんですけども、それを入れるだけでも、半分以上の荷物を占めちゃっているんで、残りの半分衣類入れるんですけども、割合が合ってないですね、いや、もう言い出したらきりないんですけど、デロンギっていうのが一番、僕の中ではメーカーすごい好きなんですけども、こだわり出すと器具が大きくなっちゃうんで、こだわらないようにして、なるべく小型化のやつを持ってって、手動というかそのボタン1個で、動くやつを選んでますね。僕はカリタっていう、コーヒーメーカーの中ではかなり、メジャーな方の、メーカーを使ってやってますね。ビーカーもカリタの、やつを使ってますね。遠征だと大体ですけども4杯とか5杯ですけども、実際、日本に住んでプライベートでやってたら10じゃ効かないんじゃないですかね朝その僕ご飯食べて、ご飯食べた後に1杯飲んで、でトレーニング場を向かうまでのその車の運転中に1杯飲んで、で帰ってきて1杯飲んで、お昼ご飯食べた後に1杯飲んで、また練習向かう途中で1杯飲んで、帰って1杯飲んで、夕食後に2杯飲んで、大体10杯ぐらいじゃないですかそれぐらいの頻度ですね。飲みすぎやろと言われますね。もう一つの趣味として、ゲームをかなりやっているんですけども、子供の時にですね、初めからスーパーファミコンが置いてあってですね、それもテレビと一緒になってるタイプのブラウン管のやつですね。
あれがもうそうですね、生まれた時から初めから置いてあって、もう 3,4 歳の時からずっとゲームをやっていましたね。まあ、その中でもそうですね、まあその家庭用に置いてあるゲーム機っていうのはもう大体触っていて、もうそれこそまあスーパーファミコンからまあプレステから、まあ今でやったらまあパソコンも含めて、まあ携帯ゲーム機も含めて、今家にある種類としては5種類ぐらいのゲームのハード機が置いてありますね。最近まあプレイステーション4とまあパソコン版であるモンスターハンターっていうゲームがあるんですけども、僕が中学の時からあったゲームなんですけども、もうその初代のそのモンスターハンターからまあ今現在に至るまでそのモンスターハンターシリーズでいっぱいあるんですけども、それを一番最初のハードから今に至るまでそのモンスターハンターシリーズをずっとやってきてるんで、プレイ時間で言ったらまあ1000じゃ効かないですもんね。もう5000時間ぐらいでやってるんじゃないですかねっていうぐらい、モンスターハンターシリーズはめちゃめちゃ遊んでいますね。で今現在そのモンスターハンターのワールドっていうゲームの機種があるんですけども、今現状プレイ時間が今600何時間なんで、かなりまあやりすぎっていうぐらいやってますね。基本的にはもう夕食食べ終わって、まあ、ゲームする元気があったら、まあ、寝るまでゲームするみたいなぐらいやってますけど、基本的にその練習、まあ、ハードの時期だったら、まあ、練習が終わってご飯食べてマッサージだったりとか、まあ、その自分の体の調子を整えた後に、まあ、できたらやるんですけども、基本余裕がないんで、まあ、やってないんですけども、休日はもう朝から晩まで朝起きてご飯食べてゲームして、気がついたらもうお昼ご飯でっていうパターンはかなり多いですね。はい、もうしない時は一切しないですね。もう怒られますよ、僕も。でも、まあ、妻も、まあ、仕事しているタイミングで、まあ、その、構う時間がないから、まあ、僕もゲームしようかなっていう時間が結構多いんで、まあ、お互いの義にかなってるんじゃないかなって思ってますけど。いや、競技で一緒にやってくれる人はいないですね。同じ、その、競輪選手でっていう人だったら、まあ、5、6人いて、まあ、今回参加した選手の中にはいなかったんですけども、まあ、そのボイスチャットでゲームしましょうって言ってそれでゲームしたりはしますね。いや、本当に僕自身すごい幅広く、まあ、ゲームはやっているんですけども、まあ、もちろんその携帯ゲームもやったりとかしてるんですけども、その中でも、まあ、結構長くやってる人も多いんじゃないかなと思うゲームが、まあ、パズル&ドラゴンズっていう昔からある、まあ、今何周年かな、8周年ぐらい8年ぐらいあるやっててるゲームなんですけども、未だに僕もかなり遊んでいて、まあ、ハマっているゲームの一つですね。いや、自慢できるものってね、その僕自身ね、あのやっぱ e スポーツってやっぱ最近やっぱ流行っていて、例えばストリートファイターだったりとか、まあ、そのネットゲームのリーグオブレジェンドっていうネットゲームももちろんいっぱい、まあ、種類あるんですけども、それ見ちゃうと自分のテクニックって全然下だなと思うんでこれ自慢できるようなことじゃないなと思っているんですけどもね。その中でもストリートファイターはかなり昔からやっていたゲームなんで自信はあるなって思いますけどね。プロには勝てないですはい、ということで、自分のプライベートの話をさせていただきました。今後はですね、また自転車の競技の話だったり日本の競輪の話ができればなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。